自家は、大和政権の下で行われた生の一つ。非、非自家とも記した。人物画像教振、連など、中央豪族が保持した称号とは異なり、大和の氏に代表される、トライ人や、国像などの地方豪族に与えられた例が多い。自家聖氏族は二百十余り存在していた。盆自家や利ネ忠氏といった自家聖も存在する。語源は、朝鮮の古語で、 冗長を意味するものであったという。天皇と同等の力で地方政治を取り仕切っていた国の宮津子をあたひと呼んだことに由来するようである。自家とはぴったりと一対一であうという意味のあたひが転化したものである。しかし自家はただとも読むので上に日を書いて区別することもあったという。日本最古の金石文と呼ばれる。 墨田八幡神社人物画像経の名文には、紀ビ年8月、次住大王と仕男帝王在位しばさ、神宿企画朝年長寿使い、下フ忠氏ダシへ人根すり二人と鳥白城,城、道二百、ひでり作この教とある。この、下フ忠氏は、河内の値と読み、聖の諸出礼である。紀ビ年をいつに否定するかによって、443年説。 503年説の二つが考えられている。これは、日本初期、金明天皇二年の箇所に引用された、くだら本気の、か吹いたりひじかに相当するのではないか、とも言われており、すなわち、五から六世紀にはこの称号があったことが判明している。なお、川内忠氏は、天武天皇十年には、連に改正している。この時、他の、自家、 作り性など13種族も改正させられている。683年にも同様に52種族に連性が与えられた。さらに発色の性が制定され、685年には常実のもと自家性を含む新連種族から11種族が選ばれて第4位の意味気を指定されている。ありがとうございます。